こんにちは仏壇事 com の高安です、えー、と先日沖縄のユタの話続編1「いいユタと出会うのをタイミング」という動画を出しましたが、えー、とそのコメントにユミミさんから、あのー、ご意見がありました、えーと「目を見ただけでその人の未来が見えるのは力が強い人でしょうか?」過去にユタの血を引いた沖縄出身のおばあちゃんに見てもらったことがありました当たりました当たりすぎて怖かったですお金は一切払えませんでした 昔のユタの血を引く者は殺されると聞きましたが本当なのでしょうかそのおばあちゃんは80歳ぐらいだったような私は当時中学生か高校生でしたっていうあのコメントをいただきましたありがとうございます。えっと目を見ただけでその人の未来が見えるのは力が強い人かっていうことについてはえっとそらく見えてる方っていうのは力が強いと思うんですけどえっとそれが当たるか当たらないかっていうのはちょっとまた難しくて。 えっと、この未来っていうのもどこの未来まで見えてたかとかですね、えっと、単純にじゃあ強い人かって言われたら強い人だと思います。で、えっとまあ、お,お金を払うか払わないかっていうのは、えっと、言ったに関しては神様からこの聞こえる方はいくらもらいなさいっていうのをちゃんと価格をつけられているっていうのを聞いたことがあります。 でえー、とこれはなぜかというと例えばあなたは5,000円よって言われてるのに、えっと、1万円取ったとするとその力がなくなってしまうとで5,000円だよって言われたのに逆に3,000円取ってしまうと3,000円の力しかなくなってしまうなので適正な価格っていうのは自分じゃなくて他の人が決めるほ、まあ、他の人っていうか紙が決めるんだよっていうのを聞いたことがありますなのであのまあお金を取らないで判事してる方もいらっしゃるんですけど あの大体が、うん、5,000円とか、まあ、3,000円から5,000円ぐらいがまあ一般的かなあと思っていますなのでえっ、ー、とあんまりなんかすっきりとした回答にはならないというか「あこの人合ってますか?」って聞かれたら人との相性もあるし、えー、と私はその方をに実際お会いしていないので力がどれだけあるかっていうのは正直わからないですであの大体お話しすると わかるんですけどまあねなんか機会があったらでもどこのユミミさんがどういうきっかけでこの人に会ったかとかっていうのをまたお聞きしたいですねはいありがとうございましたでえっ、ー、と最近このユタの動画を出したら、えー、と私の周りのこの動画を見ている方からもっとこのユタのことについて話が聞きたいっていうあの声をいただきました実際このユミミさんも あの昔はユタの血を引く者が殺されると聞いたけど本当ですかって,ってあの時代によってはそういう時代がありました。で、えっと、もともとユタと呪ってなんかごっちゃに考えられがちなんですけど、えっと、昔はこの神の女この神女って言われてる人たちがいて、えっと、この組織があるんですね。組織があって この組織の中に、えっと、これ有名ですね、えっと、聞こえ大きみ聞こえ大きみがいてこの聞こえ大きみっていうのが、えっとまあ、王様の奥さんだったりお母さんだったり、えっと、姉妹だったりまあ近い王様に近い、えっと、人がこの聞こえ大きみっていうのになるんですね。でこの下に えと3人オアもシラれっていうのがいるんですけどオアもシラれが3人いるんですね。でこのオアもシラれっていうのが、えー、とこの人最高身長これ最高だよね最高の人この人が、えー、と中央の人。 でこの大鵬知られの下にそれぞれがまたこの3人がまた管轄しているところにノロがいっぱいいてでこっちが地方なんですねでその下にまたいっぱいですねいっぱいガン 新神新岩って言われてるこっち村のおっ漢字が「御子の実に女です、ね」巫女の身に女ですね。でいっぱいいてこ村ですね。なので簡単に言ったら、うん、とこれが今で言ったら国お,おも知られが県地方が市町村。 この新紙とかは、えー、とアザみたいな感じでイメージしてもらうといいかなと思います。これが真珠の組織なんですけどここにあのお気づきの方がいると思うんですけどノロはいるけどユタがいないんですね。でこれはえっ、ー、とまあこっちに入ってない実はこっちに、えー、と33君っていうのがいるんですね。で功績があった人とか功績があった 新とか特別な紙名が与えられて33っていうのは33人っていう人じゃなくてあの多い多いよっていう意味何か何、えっと、ていうのかな多数みたいなたたみたいな感じの多いっていう意味なのでこっちが何人いたかっていうのは実はあのどの文献調べても出てこないですね3人か4人ぐらいは名前出てくるんですけど3人か4人だと多いには当たらないので。 あのどれぐらいいるんだろうって思ってもうちょっと調べ続けてくるんですけどこの,人この人たちは何をしていたかって言ったらこの「のろ」の人たちっていうのは、うん、とこの市町村なのでこの市町村の今,今で言った市町村ですね、うん、とこの地域の安泰や五穀豊穣などの祭祀を司る信者のことを「呪って言いました。なので あの例えば亡き人の「のろ」だったりとか「どこどこののろどこどこののろ」っていうのがいっぱい地域にいるんですけど、えっと、この「大あもシられ」っていうのは3人ですね。義母とマカベとシュリであのこれ今あの日本語読みで言ってますけど方言もあるんですけど「まあ、義母と「マカベと「し里の「大あもシられ」が3人いてその下に「のろ」がついててだからこの「大あもシられ」もどこを管轄してたっていうのがあるんですね。 で聞こえ大きめは上にトップにいてこの人からの指令というかこの人が見えたこと聞いたことをこっちが下ろしていって下ろしていって下ろしていってみたいなイメージですで、うん、とこの人たちはどっちかっていうと,、うん、と公務員ですねで拝みをすることで、えー、と国から給料をもらう人たちで、えーと「ゆた」っているじゃないですか「ゆた」。 たっていうのは民間ですね民間の,あの一般の人が、まあ、占いって表現してあるものもあるんですけど占いとはちょっと違うかなと思うんですけど病気の治療とか祖先の祭り方とかこの子どもの結婚とか家を建てる方角とか日取りとかそういう生活に関わることをやってるのが「タなんですね。でこののっていうのは要は要 ここは公務員だから給料もらえるんですけどユタっていうのは公務員じゃないから給料もらえないじゃないですか。なのであのどこからお金をいただくかっていうと要は相談料を取ることでこのユタた,たちは生計を立てていたんですね。なのでユタとノロってなんか同じようにあの。 たまにおっしゃる人もいるんですけどユタとノロは公務員と民間企業だからこっちは株式会社、まあ、個人事業主ですね個人事業主とかまあね人気のユタは、まあ、株式会社とか法人ですね個人事業主とか法人とかっていう民間ここはうんと公務員 無印っていうイメージですなのでここにはちょっと大きな違いがあってですねっていうようなイメージです。で、えー、とこのいろいろ聞いてる中で話を聞いてる中でじゃあ、えー、とこのなんか霊というかそういう人たちがこの「のとかこの「聞こえ大おきみ」とか「大わもしられ」とか「新いとかこの辺の人たちは。 見えてるの見えてないのってよく聞かれるんですけどあの見えてる人もいいたし見えてなともとたたは聞こえ大きみっていうのは、えっと、最初を司る人なので見えてる見えてないっていう、まあね、占いみたいな感じでやってる方もいらっしゃるいらっしゃったようなんですけどあの見えてない人もいたようですなので あの見えてたか見えてなかったかって言われたらどっちもいたっていうのが答えになってて、えー、とこれ地方に行ったら「つかさ」「のろ」が「つかさ」とかになりますねあの。八重山とかそうですね「つかさ」って言いますね。でえっ、ー、とまあねこの「のろ」とか「聞こえ大きみ」とか「今でもいるの?」って聞かれるんですけどあの実際「聞こえ大きみ」は「 今の時代にもいますでえっ、ー、とこれもも、えー、ともとこの首里の王様というよ家の人たちが今この生家を守ってる方の、えー、とお子さんだったりとかっていう娘さんだったりとかっていうのが聞こえ大きみっていうののえっ、ー、となんていうのこの、うん、肩書きを継いでるみたいなイメージですかねイメージ的に言うと。なので、あので、ー、あ まあ一応聞こえおきいも今令和の現代にもいるとで大わも知られはあのいないというかまあここの流れっていう人はいると思うんですけど大わも知られっていう肩書きはいないですねでノロはまだいますねで新神もあんまり聞いたことないいるかもしれないですけどあまり表には出てこないですねでユタはいるみたいな感じのイメージですねで、まあ、ノロ 「もろはつかさだよ」って言ったんですけど、えー、と離島とかはつかさじゃあ仮眠中ってどこにいるのって言ったら仮眠中っていうと全体を仮眠中っていう場合もあるしうんこの下の人たちを仮眠中っていう人もいるしいろいろなんていうのかなほんといろんな説があって何が正しいのかっていうのが実はわからないですね。であの まあね、正式ないろんないろんな人のいろんな文献を読んでるんですけど正確な答えはこの本ではああ言われてるけどこの本ではああ言われてるみたいなちょっとごちゃっとしたところもあったりとかするのでえっ、ー、と一応このいろいろな説はあるものの大体のイメージはこんなイメージを持っているといいかなと思います。で今 えとこの正家のさっき言った「現代の聞こえ大君」さんっていう人は今、えー、と21代目だそうですで、えー、と就任式を経ての拝命らしいので、えー、と2019年の後はその方が今、えー、と臨時聞こえ大君として 妻子を勉強してているっでこのこの辺に関してはちょっとまた別で調べて別で動画をアップしたいなと思います。で、えー、とまあこういうイメージを持っていただければ大きな間違いはないかなと思います。でまあ地筋や家柄で任命されたりとか地域の神と交信する。 とかっていうのができる人たちっていう特殊な力を持った人もいたけど、まあ歳出を司る人なので司会進行みたいなイメージの人たちっていう風に捉えてます。なのでユタは民間、聞こえ大きみとかノロとかは公務員っていうようなイメージを持っていただければいいかなと思いますので、ぜひまた。 あの分,かりにく分かりにくい部分とか知りたいこととかあったらコメントいただければと思います。で、えー、と私も何人かのこの「ユタの方としかお話をしたことがないのでこれからもちょっとあの取材というか勉強を図書して沖縄県内でこの人当たるよっていう「ユタのところにちょっと行ってみたいなと思いますのでまたあのおすすめの「ユタとかがいればあのコストリメールとかで教えていただければと思います。今日もありがとうございました